いや皆さんこんにちは、バンドでございます。イエーイ。音声は大丈夫かな今日は動画は α6300 の音声がたつかもポルタキチャプチャー X8 に、えー、オーディオテクニカの4040 40かなこれさ、あの、ちゃんと見えてるのかな今日はですね、一問一答の、テレビがなった。一問一答の、どれをいこうかな最終形態が紙かウェブかで現像処理を変えてますかっていう質問を、えー、毎度おなじみのしげるさとうさんから、 いただきましてですね、えー、バンさん本日は広告写真の場合、クライアントの要望に気遣いができる、あるいは要望の真意をしっかり汲み取るというし撮影するフォトグラファーの人間性のレベルなども含めいろいろなものが問われると思うので、なかなか奥が深いですな。コメントだった前半。えー、ところで、写真作品を納品する場合に、クライアントがデジタルデバイスで使用するのか、あるいは印刷物で使用するのかという点で、現像処理の方法が変わると思うのですが、バンさんの場合、印刷物とデ,ジデバイスモニターとの 明るさや色味の違いをどのようにすり合わせていくのでしょうか。いい質問ですね。つまり、ウェブ媒体なのか、まあ、ウェブとかデジタルサイネージみたいに、まあ、突き詰めて言うと、透過原稿なのか反射原稿なのかっていう違いねい。要は紙なのかモニターなのか、えー。どっちで使われることを前提として、 んえっ、ー、と、日本語的におかしかったな。えっ、ー、と、仕事で撮影をした写真を、データを老現像とかレタッチとかする。まあ、大体老現像だね。色味を基本的に決めるのをするときに、最終形態、紙かモニターかによって変えますかっていう質問ですよね。えー、変えません。なんでかっていうと、両方使ったりするからなんですよ。その、で、両方使うのが僕じゃなくてデザイナーに渡してからデザイナーが両方振り分けたりとかするので、 えー、なかなかこう僕の方ではどっちっていうのが言えないことがあったり同じ素材をパンフレットを作るのに使ったりそれを同じようにウェブで使ったりとかするので正直もう何にもできないんですよこっちからするとなので気をつけていることとしてはあのよくネット上で見るさらっとコントラストが低いそのシャドウが置いててハイライトもいってない データがあるじゃないですか。あれ、モニターで見てると、モニターが、まあ、例えばスマホとかパソコンが、まあ、例えば高輝度だったり、高コントラストだったりっていうので、なんていうのかな、よく見えちゃうことが多いし、別に Web のみだったらそれで全然いいと思うんだけど、印刷に出すと、結構薄い感じになるし、僕も過去の仕事でね、その、 えと自分が撮った人物写真、例えばプロフィール写真とかあるでしょが、他の人の撮った他の人のプロフィール写真とバーって、例えば演奏会とかさ、芝居のなんだろう、チラシとか、そうそう、まぁ、あチ,まあ、チラシとかだと、よくその顔写真がバーって並ぶのあるじゃないですか。で、あ、出来上がったよって、あの、一部もらって見てみて、あ、俺は撮ったのだけ。 丁寧にそのトーンを大事にしすぎてこう目立たないっていうのがよくあるんですよ。よくあるよくあったのね昔。では。あそういうのを見てああなるほどそうかコントラストちゃんと詰めないといかんなと思ってそれからヒストグラムをしっかり見てやるようになったんだけどそのそれをやっぱり今逆に言うとモニターで見てモニター単体で見ていい感じにと思っ で現像しちゃうとまあレタチでも現像でもいいんだけど最終のデータをねえその詰め具合詰めなさ具合ヒストグラムを見てやってるとそ,のそこでの気持ちよさを追求すると意外と紙だったりウェブだったり例えば紙ならバキバキにコントランスト高い方がええわって確かにねコントランスト高いと目立つのインパクトはあるんだけどただそこでのそこで全力でやりすぎて。 あのー、ウェブだとちょっとなんかベトベトすぎませんってなるかの、まあ、逆は多いけど、そう、今のパターンはあんまないと思うけど、まあ、ないこともないだろうね、きっとね。というふうに思うので、コントラストは、ま、その、強情的なというかさ、その、講師のおっちゃんから言うと、上げすぎも下げすぎも良くないんだけど、えー、回答としてはどっち目的だからっていうふうに振り分けることは、まず、 トーン面、露出面、コントラスト面、明るさ方向ね。明るさ方向についてはないです。で、次に、シャープネスのかけ方についても気になる人多いと思うんだけど、シャープネスについても、基本的なパラメーターとしては俺を変えない。俺はね、変えない。人によって変えてる人もいる。で、どちらかというと、例えばね、えー、ローゲンドレタッチってやる場合は、2段階でシャープかけるってよく言うんだけど、その、 え例えばライトルームで現像するでしょライトルームで現像してからその後レタッチでフォトショップに持って行ったりするじゃないですかその時にフォトショップに持っていくまでの段階で一度シャープネスってまあかかっちゃうしかけちゃうでしょ大体。 で、例えばなんだろう。ローから PSD にするなり、ローから TIFF にしてレタッチするなり、いろんな人がいると思う。まあ、まあ、2、3パターンしかないか。まあ、俺の場合 PSD にするんだけど、PSD にする時点でシャープネスはある程度きちんと整えておいた方がやっぱり仕上がりがいいっぽいので、ある程度は書ける。あの、全開では書けないけどね、限界を目指しては書けないんだけど、まあまあかけるのね。で、レタッチをした後で最終的に、まあその PSD から ティフに落とすなり、PSD の中でシャープネスかけるなり、最終、最終調整の段階で、もう一段階シャープネスっていじくるんですよ。かけたり、アンシャープマスクかけたりかけなかったり、いろいろやるのよ。あと、ライトルームに持ってきてからかけるかけないとか、あ,あれもほっとくとかかっちゃうから、どの道え例えばよ。ライトルームでロー開くでしょ。ロー開いた時点でシャープネス40かかってる。4かかってて、PSD に書き出してフォトションでレタたするでしょ。戻した時に一応ゼロになってるんだけど、 ライトルームで PSD から JPEG に書き出すときは、そこでまたシャープネスかかるのよ、最終調整で。書き出しパネルの中でかかってんのよ。オフにしない限りね。っていうのがあるので、一段階だけで全部型をつけるっていうことがないので、それってさっき言ってた、コントラストの詰め具合、詰めなさ、まあ、詰めなさ具合はないんだけど、コントラストの詰め具合、最終的には俺デザイナーに投げちゃう部分があるんだけど、まあまあデザイナーあんまりいじんないけどね。 っていうのは、その、俺の中では、一段階で、老現像で全部の用途に、バキバキに対応してっていうところまでは、まあ、もちろんいきなり使えるように作るよ。破綻のないデータを作るけど、どちらかといえば、安全側で作る。最初からシャドウを潰しちゃって、ハイライトはもう、いらんとこ飛ばしてまえって言って、コントラストをギュンギュンの詰め詰めのデータにはしないようにしてるかな。 でいて優しめで出してしまうとデザイナーの人がそのまま優しめで印刷に流してあ意外と浅いみたいなこともあるんでそこはまあまあ仕事仲間によるねっていう感じですで自分でプリントする時はまあシャープネス強めに書けるかなプリントデータにもよるけどウェブよりも紙の方がシャープネスは強めに書ける傾向にあると思います ででも紙見見る時ってシャープネスの見え方違うよねどちらかというとあの俺の印象だけどどちらかというとねその画素数とかがプリントした時には画素数とかの方がシャープネスの設定よりもちょっと効いてきちゃう感じがするね。てか公開像時で撮ってその俺の中で2,000万画素そこそこ2,000万画素から2,400万画素。 2,400万画素って言えた今ぐらいまでがまあまあ中画素でスタンダードのラインでだいぶ上がったけどねそれもそれが中画素ぐらい中用っていう感じでそれを超えるとまあ高画素で5,000万画素近いところまで今普通にあるじゃないですかまあ普,通の普通の民生レベルでね使ってるものがあると思うんだけどその2,400万画素か4,700万画素俺が今持ってるカメラで言うと。 やった時に、4千0 0万画素はモニターではそうめちゃくちゃ変わんないのね。あの、ニコンのカメラはそうバキバキに作ってないもんだから、データ自体ね、そのエッジに作ってないもんだから。ではあるんだけど、プリント出すとやっぱりその、高精細っていうのは効いてくる感じがするので、それに合わせてその、高精細感が出るよね、A3 のみで出るよね、いうに合わせて、シャープネスも調整していく感じはあります。ので、どこまで自分の手でやるかによりますね、最終的にはね。 っていう,ふうになってくるので、えー、皆さんもそんな感じでまあ、やってみてあのここからあの山本五十六の訓話が始まるわけではなくてその自分で最終形態までやって仕事だったらね納品したやつを戻し見せてもらってあの書籍とかだったら色構成とかであの差し戻しあったりするんだけど差し戻してかねチェックお願いしますって来て「へーって言うだけでほとんど終わりなんだけどあとは印刷のプロに任せますっていうだけなんだけどね俺写真集作ってるわけじゃないからね。 だからそういうふうになるんだけどそのまあそ,それを見た上で意外とぬるかったなとか意外と詰めすぎちゃったなとかっていうのを判断して次の撮影とか次の仕事にはフィードバックしていくっていうのが結局まあ王道でねと思うのでそ,そんな感じでぐずぐずっとした話でしたけど私個人としてやっております。またね